細ナビ求人サイトをご覧の皆さん、おはようございます。クラブフェデータ店長のアキナです。取締役の木更木美子です。この度は細ナビ求人サイトをご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日はクラブフェデータどんなお店か紹介していきたいと思いますので、ぜひ皆様ご覧ください。それではまずクラブフェデータ店内紹介いたします。それではクラブフェデルタ店内を紹介していきたいと思います。まずはですね、僕の後ろ側、こちら一番最初にお客様をお出迎えする華奢でございます。結構広めに撮りましたので、はい、いい感じじゃないですか、ロゴとか。さあ、それではいよいよ中に行ってみたいと思いますので、どうぞ。それではですね、まずはお手洗いをご紹介したいと思います。こちら女性用トイレ2つ準備しましたので、はい、で中こんな感じになってます。結構広いんじゃないかなと僕個人的には思ってるんですけれども、はい。それでは次、お客様のお席ですね。あ、ごめんなさいね。はい、まずは一番大きなフロアをご紹介します。はい、こちらドン。こちらが一番大きなメインルームです。席が、7卓あります。はい、結構広々と取ってみましたので、ストレスなく接客できるんじゃないかなと思っております。どうでしょう、いい感じですかね。さあ、それではもう一つのお部屋、ちょっとね小さめなんですけれども、セカンドルームご案内いたします。どうぞどうぞどうぞ。はい、ということでこちらが3択なんですけれども、ちょっと小さめの部屋ですが、こちらもお席になっています。こちらセカンドルームですね。結構モニターとかもね大きめのをつけましたので、はい、カラオケなんかもバッチリです。はい、それでは最後に、VIP ルームをご紹介したいと思います。ドン。こちらが、一応 VIP ルームということで、仕切りのある席、テーブル4択設けました。でこちらの VIP ルームが、これからまた改装予定ということで、さらにですねちょっと高級感あふれるお部屋になるんじゃないかなと、はい、なっております。はい、あ、大丈夫ですか。こんな感じでですね、3ルームの、15択ご用意しております。結構歌舞伎町の方では広めなお店なんじゃないかなと思いますので、ぜひここで一緒に働きましょう。続いてクラブフェデータで働く従業員の紹介をしたいと思います。よろしくお願いします。それではですね、皆様の素朴な疑問を皆様に代わりまして、私木更木美和子が従業員に質問していきたいと思います。やった。さあ、それではどうぞ。はじめまして、支配人の住田義生です。生さんに質問です。はい、オープンから8ヶ月経ちましたけれども、はい、8ヶ月このお店で働いてみて、はい、どうですか。そうですね、やっぱり初回の方の数も多いですし、すごいチャンスがいっぱいあるなと。その中で内勤さんがすごく自分の各自の特徴をすごい伸ばしてくれるなと、すごいやりやすい環境だなと思います。はい、はい。休日の過ごし方を教えてください。休日はフットサルを授業にやってます。仲がいいです。仲いいです。ありがとうございます。はい、神戸の味噌ら七瀬です。はい、じゃあ七瀬さんに質問です。この店の魅力を教えてください。この店の魅力はそうですね、熱い男たちがたくさんいるので、その中で高め合える素敵なお店だと思います。はい、なぜホストを始めたんですか。自分は青森生まれなので、やっぱり日本一の繁華街の歌舞伎町でホストをしてみたいという気持ちでチャレンジしました。青森っぽくない、はい、ありがとうございます。新人の翼です。はい、それでは翼くんに質問します。はい、なぜこのお店に入店したんですか。はい、そうですね、このお店はすごいアットホームな感じで、
で自分はまだ入ったばっかなんですけど、みんな優しく教えてくれたりして、未経験者の方でもやりやすいと思います。はい、今後の目標を教えてください。あ、はい、3ヶ月以内にナンバーに入りたいと思います。ありがとうございます。はい、改めましてクラブフェデレタ店長の星崎明奈です。この度は求人サイト細波をご覧いただいただきありがとうございます。まずフェデレタとは心を尽くすという意味があります。お客様はもちろん従業員にも僕たち、経営者は心を尽くしております。仕事をやるときはやる、やらないときはやらない、オンとオフの切り替えができれば誰でもこの店に入ることができます。休日のときはサッカー、フットサル、サバイバルゲームなど、みんな仲良く休日一緒に過ごしたりとしています。アットホームなお店でもありますし、でも時としては僕一番めっちゃ怒るときもあるんで、ただ気持ちだけ持ってきていただければ誰でもフェデレタで働くことができるんで、ご応募、まだまだ従業員募集しておりますので、フェデレタご応募お待ちしております。